前ら老けたなこの野郎。ああ俺が老けたかな。なんか本当見た顔から新しい顔からな。うるせえお前バカな黙れこの野郎。ああ皆さん本当に楽しいね。うるせえよ黙っとれこの野郎。おいっすおいみんな忘れたかもう一回おいっすあこれがフェイカーズだな。フェイカーズとしてね6年ぶりかな。フェイカーズという名前でライブやるのは6年ぶりですね。あもう疲れました帰っていいですか。お誰か帰るんですか。帰るんですか。本当に俺帰るんですか。いけるんですか。ほんと楽しんでけよ本当にな今日はな。いいかい。いいかあ声が足りねえよ。楽しんでけよっておいっすだろお前らは。楽しんでけよ。おアホだなお前。いや今日は晴れてよかったね。じゃあこんな素敵な夜空に
れじゃ分かんねえよこの野郎。やらんわバカ野郎。お、すいません、リクエストにはお答えできません。やれよバカ野郎。やれよバカ野郎ってお前らがバカ野郎この野郎が。あとで残るこれ野郎が。
バカ野郎。ああ、久しぶりのフェイカーズどうですか。あ、楽しんでもらえてね。幸せですな、これはな。6年ぶりにね、やるってことで、こう妙な高揚感と、見たくない面もいっぱいいるのと、だとやらそうなこと言うけどな、ごめんね。今好きな人は走りに行ったらいらんのよ。いらん石黒結果だよ。あ、結果だね。ね、ほんとね、俺の SE がお前、どなげんだよ、この野郎。疲れてっから。うるせえ。あの、ほんとね、フェイカーズを久しぶりに見てもらってね、楽しいと思うけどさ、あの、最後の最後まで、俺はまだ後にフリートロックスも言うんでね、あの、最後の最後まで楽しんでいこうぜ。違うだろ、オイスだろ、お前ら。お前らバカか。オイス。じゃあ、ね、もっと喋らせろっていうのもね、言うことだから。じゃあオイスだ、お前ら。ほい、ロカビリっぽいやつを置いていきます。
ずに。あ、ほんま。すぐやりますよ。あの、はけるとかじゃない、すぐやる、すぐやる。やれってすぐやる。あの曲やってくれ、あの曲。やれやれやれ、すぐやる、すぐやる。やる前に、今日あの物販を持ってきました。久しぶりや、ライブ久しぶりです、多分か。ほいで、ファーストアルバムがもうないもんで、ないもんで、CDR を焼いてきたんで、1枚100円で欲しい人は。ほいで、セカンド、サード、オムニバスあるんですけど、まあ、セカンド今日は1000円。うん、ダモンで、これスタートが2200円、1500円。バーバー黙っとるじゃん。こんなもんで、買ってくれた人には、CD 買ってくれた、ファーストの CDR つけるもんで、こんなもんで、買ってちょうだい。よろしければ買ってちょうだい。こんなもんだいさ。どうです、バッキーのビターメイコーダー。の、これがの、おーの。全部持ってる人はお金だけ教えてください。お金だけ教えてください。気持ちで。おい、最初から釣るやからがおるだけでどうするや。できるわけねえじゃん。あとね、これで、ちょっとアンコールさせてもらいますので、まあね、いつもの復活の俺東京だもんさ。バーバー東京じゃんね、バーバー。やるさ。ね、ずっとね、最初の昔からね、セカンドとね、アホがおるもんでね、あ、おるもんでね、ちょっとや、そこでね、兄貴分じゃねえけど、いい気持ちにさせてやりたいやつがおるでね、わかる。ああ、もう20年ぐらい前からの仲間で、本当に、ね、こいつがおらねえ、多分俺らもここまでやってけんかっただろうなっていう。うん、朝からね、もう10時から酒飲んでね、俺らが出るっちゅってね、酒のつまみにしながらね、飲んで食いとかやって思ってね、泣くなよこの野郎、早いぞまだ。そんなわけでね、呼びたいね、拍手喝采で言ってくれよ。ヘイリッキー。子供がいますよ。一言ある？みんな泣くなよって言ったら泣くなよ。泣いちゃうよ。MC 15分ね。フェイガーズ、俺たちの青春のフェイガーズが、俺たちのフェイガーズがね、青春の何年やるかも分かんないですけど、この目の前でさ、ベルース、喋ろちゃんと、やれだってのすごいよ、行けやこら。ちゃんと喋ろバカ。中途半端な言い方してたじゃねえぞお前。一生懸命よ、一生懸命に行けろよ。ラッシュ。 Everything is so。
しょうがない。Thank you, Ricky! Thank you! ありがとう。ありがとう。あの、時間オーバーしますけど、最後、1曲、あの、このね、イベントに、ロカビリーらしく、あのね、やってくんで。おう、また、ありがとう。あれはやる。じゃあラスト曲、最後に頑張るぜ。じゃあ、カバー。さっきのあのブラックキャット様に撮ったやつ、いくよ。ここにあの元ドラムがいるんだよね。叩こうか。いいかな。来るけどよ。じゃあ正直だよ。山。はい。全く覚えてねえわ。ベースは聞くな。練習もしないし、多分ベースも忘れとるし、俺も歌わせようと思うけど、やらない。Oh, my God.
胸寂しいあの時のあの場所で踊っていたあの頃を観光へ俺とお前のバラバラ作り出そうでいいんだ壊れちゃいないしあの疑いをどこかで聞こえてるぜ